ジェンソン・バトンは予選8位、チームメイトのルーベン・スバリチェロ9位であった。ヘアピンカーブを行くニコ・ロズベルグ。アロンソはポールポジションを獲得した。予選でフェラーリ248回1をカルミハイル・シューマッハ。MF1 の2名、クリスチャン・アルバースとティアゴ・モンテーロは1ラップ目でクラッシュした。フィジケラは2位スタートだったものの、ドライブスルーのペナルティを重ね4位でフィニッシュした。 トヨタの2台はラルフがリタイアするまでお互いに追走したバリチェロとクリエンのバトル2006年カナダグランプリは2006年 F1 世界選手権第9戦として2006年6月25日にジルビルヌーブサーキットで開催されたフェルナンド・アロンソが勝利しミハエル・シューマッハに対するリードを広げることとなった シューマッハは2ラップを残した時点で、君来コネンをパスし、2位に入賞した。ミッドランドの2台が、スタート後にヘアピンカーブでクラッシュした。2ラップ目には、ファンパブロ・モントーヤとニコ・ロズベルグが接触、セーフティーカーが出動した。ロズベルグは、リタイアしたが、モントーヤは、走行を続け、13周目に壁に衝突、リタイアした。シューマッハは先を走るトゥルーリに阻まれ、 ようやくパスした時にはアロンソがかなりのリードを築いていた。しかしながらペースの遅いラルフ・シューマッハをパスしようとしたジャック・ビル・ヌーブが壁に衝突、クラッシュすると再びセーフティカーが出動した。ラルフも結局リタイアすることとなった。2位を走るライコレンはセーフティーカーによってアロンソとの差が縮められるチャンスを得たもののこれを活かすことはできなかった。 彼は終盤にミハイルシューマフハにパスされ3位でフィニッシュすることとなった。フロム、フロム、11位から5位まで、ありがとうございます。